国光四郎は日本の作家、本名田中三章。父、力之助は時事新報の記者。妻は作家の田中あり娘は作家、エッセイストの小賀野夏美、東京生まれ、高輪学園卒。父親の転勤で大阪に移り、東淀川区役所に勤める。王将氏、広島第二総軍司令に在退。 昭和20年8月6日、原爆に遭遇。同年10月に除隊し、京都でゴミ安助らと文学地帯を創刊。後放送作家。1962年、社外国費で直木賞候補。以後企業小説、推理小説、歴史推理小説、電気小説を多数執筆。戦前に、穂高徳造主催の文芸史と検証に入選。 戦時中は、新作家同人となり、戦後は、ゴミヤススケと共に、文学地帯を主催し、15日会に属する、文学者、京都文学同人。関西のテレビ、ラジオに台本を執筆。1962年、産業推理小説と名打たれた、欲望の媒体でデビュー。同年に刊行した、社外国費が第48回、直木賞候補となる。 1963年に宝石に発表した夜の癒しさは日本推理作家協会の推理小説ベスト241964年版に収録される。1964年に小説新調に発表した螺旋階段は日本推理作家協会の推理小説ベスト241965年版に収録される。 1965年に刊行した海の挑戦が1966年に第19回日本推理作家協会賞の候補となる。1965年にオール読み物に発表したトラブルメーカーは日本推理作家協会の推理小説ベスト241966年版に収録される。1972年夜と昼の神話を刊行。 1983年刊行の10年後はシリーズ合計70万部のベストセラーになった。1992年京都市文化功労賞を受賞。1978年頃に45歳から65歳までの年齢層に対して熟年と呼ぶことを提唱し、原三郎と共に熟年という言葉の発案者の一人とされている。ありがとうございます。